ご指名をいただきましたので、一般質問をさせていただきたいと思います。2日目の最後でありますので、もうしばらく、頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。災害の多かった昨年から、今年こそはどうか平穏な年であってほしいという願いも虚しく、昨年末に中国湖北省武漢で発生しました新型コロナウイルスによります肺炎は、年明けとともに一挙に世界各国へ飛び火し、多くの感染者と、残念ながら死者も多数となっております。日本国内におきましても感染が拡大しておりますけれども、いまだに陰性か陽性かを検査する PCR 検査が行き届かず、検査対象者が限定されることや、ワクチンや治療薬もないことなどから、国民の間に不安や心配が広がっており、本市におきましても例外ではないと思っております。こうしたことを受け、国では2月26日に、今後1、2週間が感染拡大防止に極めて重要であることを踏まえ、全国的なスポーツ、文化イベント等について、2週間は中止、延期、または規模縮小等の要請をするとともに、翌27日には全国の小中高校の春休みまでの臨時休校を要請いたしました。市では長野県が1月29日に対策本部を設置したことを受け、2月5日に町内での対策本部を設置し、以後、国に準じての対応を行い、小中学校については春休みまでの休校とすることを決定しております。そのほか、市主催のイベント等の中止や延期、卒業式等の縮小を決定するなど、対策を講じているところでありますけれども、市民の不安や心配は依然として払拭されてはおりませんので、主な対応策等について、周知、また確認等の意味も込めまして、お聞きをしたいと思います。なお、質問通告をした時点から、刻々と状況や対応が変わっております。また、昨日は小沢議員、本日は山口議員、西条議員からも同様の質問があり、明らかになっている点もありますので、できるだけ重複しないように配慮をいたしますけれども、なお、重複する部分につきましては、適宜ご答弁いただければと思います。設置されました市対策本部の役割と具体的の内容につきましては、これまでで承知している部分が、承知した部分がありますので、個別なことに入りますが、全市的な対応についてであります。市内高齢者施設などは、国、県などからの通知が届いてはいるようでありますけれども、非常に重症化の恐れの高い高齢者が集まる施設であり、市はどのように関与することになるのかについてお聞きをいたします。また、市内の各事業所等への指示や情報の伝達などはどうなるのかについてお聞きをいたします。統一した対策の確認や情報の共有、申し合わせなど、状況に応じては全市的な、例えば市内対策連絡会議といった開催も、今さらということにもなりますけれども、今後の状況によっては必要になるのではないかとも思いますが、お考えをお聞きいたします。そして実際に市内で発生した場合の対応についてはどうなるのかということについてお聞きをいたしますが、いざ市内で発生した場合には、基本的には県や保健所、指定医療機関等、関係機関との連携はもとより、市内についても全市的な取り組みが必要となると考えますけれども、この場合、対策の指揮を執ります本部的な役割は、市の役割はどうなるのか、どうリーダーシップを取るのか、またどういったサポートをしていくかなどについてお聞きをいたします。またこの場合、必要に応じて市職員の事務的な関わりはもちろんですが、例えば消毒業務など現場に関わることになるのかどうかについてお聞きをいたします。国のガイドラインにおきましては、37度5分以上の熱が4日というような指針もありますけれども、現実問題として、特に子どもや高齢者が発熱した場合に、市内病院への受診者が増えることは容易に予測されるところであります。
こうした場合に普段から医院では高齢者も多く、そこでの感染拡大も懸念されることになります。指定医療機関だけでは対応が困難であり、一般病院でも受け入れが検討されているようでありますけれども、医師会とは何か調整ができているのかについてお聞きをいたしたいと思います。また現在マスク不足が続いております。マスクをしたくてもできないでいる人もいるわけであります。市では発表当時で2万3000枚の備蓄があるということでありますけれども、このマスク不足に対応して市民にどう提供するのか、するとすればどのような方法で行うのかについてお聞きをしたいと思います。いずれにいたしましても初めての経験であり、これまでインフルエンザ対応などでの経験も生かして、今起こっていることへの対応がまず第一ではありますけれども、今後こうした事案が発生しないとも限りませんので、大災害への備えと同様にリスク管理の観点からも今後の備えについて同時に考えていかなければならないと思うわけであります。そこでマスクに加え、消毒液あるいは他の必要物品について備蓄をしていくことが必要と考えますが、どのように対応されるのかお聞きをいたします。また発熱した人の体調、発熱した人や体調の悪い人は保健所へ連絡をして判断を仰ぐことにもなっておりますけれども、保健所に問い合わせが殺到した場合、電話がつながらない状況が想定されます。そうすれば相談者も一層不安になってしまいます。そして市内の病院へ駆けつける、混雑する、感染のリスクが高まるといった悪循環になることが想定されるわけでありますけれども、そこで保健所とも連携を図る中で市としての相談窓口等を設置する考えはあるのかお聞きをいたします。次に行政の在り方についてお聞きをいたしますが、まず市政の進め方についてお聞きをいたします。最近の行政の進め方につきましては、市の独断専行といいますか、丁寧で民主的な行政運営に欠けているのではないかといったご指摘をいただいております。多くの職員が勤勉であり、職務に精励していることは大方で認められていることとは思いますけれども、たまたまこうした事例が見受けられた場合には、当然そうした指摘を受けることにもなってしまうわけでありまして、常に丁寧で民意を反映した行政運営に努めることが、行政のあるいは公務員としての本来の使命であるとも思うわけであります。一つの例をとって恐縮でありますけれども、昨年12月の定例会における私の質問の中で、新年度、令和2年度の予算編成に関することとして、市は予算編成に向け、事業の見直しを行ったということであるが、その内容は何かという質問に、見直ししたものの一つとして、塩尻ぶどうの里ロードレースの廃止があったわけであります。質問した私は、これまでのそうしたことに対する市の手続きとしては、事前に関係団体と調整をし、一定の理解が得られた上で、公表するのが当たり前、言ってみれば、公務員として、行政としての常識であり、当然そうした順を踏んでいると思ったわけでありますが、実際にはそうでなく、議会直前の11月27日に、一方的に市側から伝えられたとのことであります。この質問を契機に、ロードレース関係者やスポーツ関係者から異議が申し立てられ、調整会議の結果、令和2年度は、一旦従来通り実施することになったということであります。たまたま直近にこのロードレースの問題がありましたので、例に挙げてしまいまして、担当部署には大変申し訳ないと思うわけでありますが、市役所全体の傾向として、先ほど申し上げたように、丁寧で民主的な行政運営に欠けている面があるのではないかということであります。民主的な行政運営は、確かに時間や労力を要する面もありますけれども、こうしたことをおろそかにしていたのでは、市民の皆さんの行政に対する信頼感や信頼が薄れ、やがて無関心となって行政離れに拍車をかけることになるのではないかと危惧をするところでありますが、
この点について、市長はどのようにお考えかお聞きをいたします。次に、スポーツ行政の位置づけについてお聞きをいたします。最近では、スポーツを都市経営の重要課題とし、住民が安全かつ快適な住環境の中で、日常的にスポーツに親しみ、行動的でなおかつ健康的な生活を営むことのできるまちづくりを目指す自治体が増えてきております。もっと言えば、その地域の観光、ブランド、伝統文化、風土などと相まって、交流人口の増加など、持続可能なまちづくりのツールとする、いわゆるスポーツツーリズムへの取り組みが全国的な潮流となっております。こうした中で、本市では30年前に、まさにスポーツによる健康づくりを掲げ、市民一人一人がスポーツを通じた健康づくりを目指し、障害スポーツへの取り組みを促進するため、平成元年、市政施行30周年を記念して、健康スポーツ都市宣言を行ったわけであります。スポーツ担当と健康づくり担当が一つの課を構成し、障害スポーツを通じた市民の健康づくりを推進するという、当時といたしましては大変先駆的で、斬新な取り組みであったと思うわけであります。しかしながら、最近においては、そうした理念も薄れ、スポーツ施設整備をはじめ、スポーツを通じたまちづくりや、スポーツの振興など、スポーツ業、いわゆるスポーツ行政は、賃貸気味であり、体育関係者からも、もう少しこう力を入れてもいいのではないかとの意見もいただいているところであります。そこで伺いますが、本市のスポーツ行政は、市政全体の推進、都市経営という中で、どのように位置づけられ、まちづくりにどのように役立てていかれるおつもりなのか、お聞きをいたします。次に、先ほどの塩尻ぶどうの里労働レースについてお聞きをいたしますが、ぶどうの里の前身は、昭和50年度、第1回のクロスカントリー大会から緑湖周辺で開催され、その後、平成5年には、大阪田公園周辺においてアルプス展望ロードレースとレース大会となり、さらに平成21年度からは、現在のぶどうの里ロードレース大会として、大会名は変わるものの、なんと45年にわたって開催をされてきたわけであります。ぶどうの里ロードレースは、農繁期に開催されるために、地元地域の皆さんも負担が大きいこと、あるいは道路占用など課題のあることはお聞きしておりますけれども、これまで多くの皆さんに支えられ、そして子どもから高齢者まで、市内外や県外からの参加ランナーを迎え、特産ぶどうの提供などにより、ローカル色豊かなぶどうの香りが漂う手作りロードレースとして、一定の人気を得ていたと承知をしております。昨年、廃止を通告した際に、その理由として、費用対効果に欠ける、人的配置ができないなどの理由があったようでありますけれども、改めて廃止とした理由は何か、費用対効果を測る際に、どういった物差しを持って、尺度を持って期待する効果に対して、どの程度しか効果が得られないと判断されたのかについてお聞きをいたします。本来であれば、もっと工夫を凝らした大会を通して、参加者を増やし、ひいては本市のスポーツツーリズムに資することができれば、本市の PR の一翼を担うことができると思うわけであります。今やスポーツは文化とも言われ、競技スポーツの強化を目指すだけでなく、自らが取り組みましたり、見たりして楽しむこと、あるいは健康づくりに役立てること、また大会などを支える喜びなど、いろいろな要素があります。と同時に、ただいま申し上げたとおり、市内外からの参加者の交流を促進しますとともに、地域の連帯感の醸成にも役立っております。そして、スポーツツーリズムとして、スポーツを通じたまちづくりに取り組む自治体が全国で増加をしております。長い歴史もあり、存続を希望する声も多いわけですが、どのようにお考えかお聞きをいたします。次に新年度予算案についてお聞きをいたします。新年度予算の一般会計につきましては、大型建設事業の要因もあって、史上最高の282億円となり、
国の補正予算に連動した前年事業を加えますと、13ヶ月予算としては294億円になっております。事業の精査も十分に行ったということでありますが、新鮮さにはやや欠け、正直的なところはあまりそういったことは感じられず、相場の的な従来型予算という感じもいたしております。要不要がしっかり精査できているのか、また事業の必要性や緊急性に配慮されているかなどについては、やや疑問のあるところでありますが、まずは何に重点を置いた予算であるのか、一口で言えばその特徴は何かについてお聞きをいたします。次に歳についてお聞きをいたします。予算の内容を見ますと、主なところでは市税は設備投資が堅調であり、対前年度1億1400万円余、率にして 1.2% の増ということであります。また、消費税率のアップによりまして、地方消費税交付金の増、地方交付税では2億1800万円、率にして 4.2% 増の53億8800万円となっておりますけれども、この交付税が増となった理由についてお聞きをいたします。また気になる点でありますけれども、2年連続でプライマリーバランスが赤字となっております。つまり、記載の借入額、借金が返済額であります交際費を上回っている点であります。従前から本市の予算編成において、守るべき財政規律の一つとして、一般の記載は20億円を超えないこと、また、借入記載額は当該年度の記載の償還額を上回らないこと、こうした財政規律があったと思いますけれども、今年度に引き続いて2年連続での赤字となることにつきまして、これまでの財政規律は破棄したということが、動画についてお聞きをしたいと思います。そしてその試算について見てみますと、新年度では昨年度より9億6600万円、率にして 3% の増で、33億6300万円となっております。銀行債等であれば、週間期限は10年だと思うわけでありますが、単純に割り返せば、年3億3000万円が、これまでの年30億円の返済に上乗せされることになるわけであります。このことは当然、経常収支比率に影響するわけで、現在の 89.5% が、さらに上昇することとなり、財政の硬直が進むことが懸念されるところであります。そこで、来年度以降のプライマリーバランスはどうなるのか、また、記載額と交際費の推移、および経常収支比率の推移見込みについて伺います。また、経常収支比率を算定するための計算式の分子となります、義務的経費、つまり人件費、扶助費、そして今お聞きした交際費が増額となって、歳出予算のうち 44.8% を占めることとなっておりますけれども、とりわけ人件費が対前年度3億6800万円余、率にして 6.7% の増となっております。総額が58億2900万円余、予算全体に占める割合は 20.7% というふうになっているわけですが、これは古畑議員のからの質問にも若干触れられておりますが、この人件費の増加理由についてお聞きをいたします。次に主な事業内容についてお聞きをいたします。予算説明資料等を見ますと、道路等維持事業は新年度2億2540万円となり、対前年度1億3927万円余、率にして 61.8% という大幅な増、生活道路整備事業については2億1450万円となり、対前年度7285万円、これも 51.4% の大幅増となっております。事業費ベースで見ますと、その他の幹線道路整備事業で3035万円、歩道整備事業で2551万円、道路施設長寿化改修事業で5690万円、合わせて1億1276万円が減額となっておりますので、このマイナスとなった分を振り向けたという感もありますけれども、いずれにしても、これまで指摘してまいりました、
生活道路の改修や舗装改良、危険箇所の改修等が進むのであれば、市民にとっても大変喜ばしいことだと思うわけであります。12月定例会の折にも、生活道路の改善等について、区長会などからの要望箇所は何箇所あるという質問に、指導に関する要望箇所は31箇所というご答弁をいただいたと思いますが、新年度予算においては、どういった整備内容であり、この要望箇所に対して、何箇所対応できているのかについてお聞きをいたしたいと思います。また、小坂田公園整備事業につきましては、昨日、柴田議員からも質問があり、1回目の内容は理解できましたので、省略し、2回目以降でお聞きをしたいと思います。以上で1回目の質問を終わります。4番議員の質問に対する答弁を求めます。畑野総務部長。平間正司議員の一般質問にお答えいたします。私からは1、新型コロナウイルスの対応について1の市対策本部の役割と対策についてお答えいたします。市の関係施設等の閉鎖につきましては、市役所本庁舎や支所など市民サービスに欠かせない施設については現時点では想定しておりませんが、一般的に施設を閉鎖するか否かの判断につきましては、学校関係は教育委員会が、市の施設については市の対策本部が決定するものと考えております。また閉鎖をする時期等につきましては、県などの関係機関と連携する中で、市内における感染の拡大状況や市民生活への影響などを総合的に勘案いたしまして、判断することとになると考えておりますが、議員ご指摘のとおり、日々状況が変化しておりますので、市の対策本部委員会議を開催いたしまして、他市の対応等も勘案する中で、閉鎖について基本方針をまた決めてまいりたいというふうに考えております。なお、市内の高齢者施設などについては、すでに国、県等から通知が届いており、一層の感染症予防対策が徹底されております。また、施設設置者の判断で面会の自粛などを行っているところもあり、通所の停止や施設の閉鎖などの判断は設置者に委ねられているところでございます。市内の事業者等への情報伝達等につきましては、市のホームページに掲載をするほか、商工会議所を通じて情報提供を行っております。議員ご提案の対策連絡会議については、原則として現在会議等の開催を自粛している中でございますので、引き続きこうした適時の情報提供に努めてまいりたいと考えているところでございます。市内で発生した場合は、発生から2週間の対応が特に重要となってまいります。感染者および濃厚接触者への対応は消毒等も含め県が行うこととなりますので、市としましては徹底した感染対拡大対策と重症化の予防対策を担うことになります。具体的には、市民の皆さんが不安にならないよう正確な情報提供を行うとともに、改めて手洗いや咳エチケットなど基本的な感染症対策の徹底を図ってまいります。併せて重症化が懸念される高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、不要不急の外出を控えるなどの自衛の対策を講じていただくなど、市内の感染拡大と重症化を防ぐための行動を徹底してまいりたいと考えております。私からは以上でございます。青木健康福祉事業部長。私からは、
新型コロナウイルス具体的な対応策についてお答えいたします。国が2月25日に決定しました新型コロナウイルス感染症の基本方針では、地域で患者数が大幅に増えた状況では一般の医療機関で感染対策を講じた上で新型コロナウイルスへの感染を疑う患者を受け入れることが示されております。今回のような感染症対策や大規模災害医療対策などは市単独ではなく広域的な対応が不可欠になってくることから、この松本広域圏では管内の医師会、歯科医師会、薬剤師会をはじめ松本保健福祉事務所、三市五村、病院などにより松本広域圏救急災害医療協議会を組織しまして、救急医療体制の充実と災害医療対策および感染症対策に対応をしております。今回も新型コロナウイルス感染症の発生に伴いまして協議会の中に設置されております新型インフルエンザ新興感染症対策委員会が2月15日に開催されました。この委員会では感染症指定医療機関が満床となった際の他の医療機関での受け入れ体制等についても議題となっておりまして、新型インフルエンザと同様に地域の医療機関が連携して診療体制の強化を含めた医療の提供に努めることを確認しております。遠地区医師会とともにこの会議の中で非常時も確認をしているところでございます。次に備蓄しているマスクの取り扱いにつきましては、市民に提供することは混乱を招く恐れがありますので現時点では考えておりません。マスクにつきましては市の施設やイベント等に来場された皆さんの感染症予防対策として使用をしていく方針であります。予防対策としての必要物品の備蓄につきましては、新型インフルエンザ対策として平成26年度からマスクと消毒液を備蓄しております。今回のように世界的に感染症が拡大した場合にはマスクや消毒液の入手が困難になってまいりますので、引き続き備蓄を進めるとともに防護服や医療用手袋なども必要と必要と思われる物品の備蓄についても今回の、このコロナウイルスの関係が収束して落ち着いた段階になるかと思いますが検討してまいりたいというふうに考えております。新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口につきましては2月25日に県の新型コロナウイルス感染症対策本部の松本地方部が開催をされまして、その中で保健所と市村の相談における基本方針が示されました。症状のある人に対する相談はこれまで通りすべて松本保健福祉事務所が対応をするということでありますけれども、一般的な感染症予防に関することについては管内の市村でも対応をということになりました。この方針に基づきまして保健所と緊密に連携を図りながら市民等の相談問い合わせに対応してまいります。私からは以上でございます。塩川企画政策部長。私からは2-1市政の進め方についてお答えをいたします。第5次総合計画は変化に機敏に対応するために中期戦略の期間を3年とし、経営資源を投入する分野を明示した戦略計画として策定したものでございます。
で、この戦略計画に基づきまして、効果が見込まれない事業からは思い切って撤退をし、真の市民益につながる施策や事業に経営資源を投入する、メリハリのある行政経営を行っていかなければならないというふうに考えているものでございます。従いまして、行政評価、実施計画、予算編成を連動させました独自の PDCA サイクル、行政経営システムを構築し、スピード感を持って総合計画の進捗管理を行ってまいったところでございます。具体的には、日常業務において、市民や利害関係者と一番近い現場の職員が、ボトムアップにより事業の見直しを提案をし、各事業部長がマネジメントを行いながら、各施策を展開してきているところでございます。また本年度は、行政組織内のみの見直しにとどまらず、民間シンクタンクの視点を入れて、全庁的に取り組みました業務の棚卸し、その結果を各事業部内において検証し、事業の見直しを行ったというところでございます。今後も一層市民や利害関係者の皆様との丁寧な調整を図りながら、真に必要とされる施策や事業を戦略的に進めてまいりたいと考えております。私からは以上でございます。赤津市民交流センター生涯学習部長。私からは2の括弧の2、市政におけるスポーツ行政の位置づけと、括弧の3、庄尻ぶどうの里ロードレース大会についてお答えいたします。市政におけるスポーツ行政の位置づけですが、本市は平成元年6月14日に健康スポーツ都市宣言を行い、この中で健康で働く喜びを大切にして、スポーツを通し明るい家庭を作り、連帯の輪を広げ、活力のある住みよい塩尻市を築くこととしており、この理念の継承や実現に向け、第5次塩尻市総合計画の個別計画として塩尻市スポーツ推進計画を策定をいたしました。総合計画での目指す都市像、30年後にも選ばれる地域であり続けるために、スポーツ推進計画ではスポーツの力で未来につなぐことを目指し、6つの基本目標を掲げました。目標1は子どものスポーツ機会の充実、目標2はライフスタイルステージに応じたスポーツ活動の推進、目標3はスポーツを通じた地域づくり、目標4は競技スポーツの振興、目標5はスポーツに関わる人材の育成、目標6はスポーツ施設の整備と有効活用でございます。次に、まちづくりにどのように役立てていくかですが、スポーツは健康増進や体力づくりにつながることはもちろんですが、精神的な充足や楽しさ、喜びをもたらすとともに、地域や人の交流の場となることにより、青少年の健全育成や地域社会の活性化などの役割を担っております。これらの役割を推進するため、塩尻市体育協会への各種事業の委託、施設の維持管理、スポーツ指導者に対する研修などを行うことにより、本市の目指すまちづくりに役立つものと考えており、事業の推進を図っているところでございます。次に、括弧3、塩尻ぶどうの里ロードレースについてでございますが、ロードレース大会は、議員ご指摘のとおり、昭和50年度のクロスカントリー大会から始まり、45年の歴史の中で、大会名やコース変更などを経て、現在の塩尻ぶどうの里ロードレースとなっております。平成20年度以前の大会については、幹線道路を利用しない緑湖周辺や小坂田公園周辺をコースとして大会であったことから、交通規制の観点からは運営しやすい大会でございました。ところが、起伏が激しい上、参加者も減少したため、平成21年度から
広岡地区を中心としたコースに変更したものでございます。現在の大会は県道原瀬場停車場線など幹線道路をコースとして利用していることから、広い範囲の交通規制が必要となり、地域住民や農業経営者の皆様、通過交通のドライバーから交通規制への批判が年々多くなっております。塩尻市街を見ますと、近年は各自治体の特色を生かしたマラソン大会などが増え、それぞれが質の高いサービスを提供し競い合う状況となっており、本大会は平成27年度までは定員の2000人に達する評価の高い大会でありましたが、平成28年度の第8回大会からは定員に達することがなく、参加者が目に見えて減少傾向となってございます。また参加者が感想を書き込むインターネット口コミサイトの評価は平成27年度の 90.7 ポイントを最高に、昨年9月の大会では 64.1 ポイントと過去最低の評価となり、新規のランナーの確保を含めて評価の向上は大変厳しいと受け止めております。交通規制の課題、参加者数減少の課題、インターネット口コミサイトの評価低下の課題など総合的に判断をし、事業の見直しを図る時期と判断したものでございます。なお令和2年度の大会につきましては、実行委員会を構成するスポーツ関係団体からの強い要望もあり、ソフトランディングを目指し、ノウハウや事務の引き継ぎのため市が中心となって運営する最後の大会として実施するものでございますので、ご理解をよろしくお願いいたします。私からは以上です。塩川企画政策部長。私からは令和2年度予算についてのうち2点、予算の特色について、予算内容と財政課題について、お尋ねがございました。令和2年度の予算編成にあたりましては、第5次総合計画第2期中期戦略の最終年度となるということから、目指す都市造の実現に向け、着実に施策を推進させるために戦略的に取り組む事業として重要性、緊急性の高いものを厳選して、優先度の低い事業の廃止または縮小により選択と集中を図ってまいりました。で、予算の特色といたしましては、総合体育館建設事業などの重点分野へ積極的に投資をする、一方同時に抜本的な業務改革によりまして業務の効率化を図るなど、将来でわたり健全財政を堅持するための予算としたというものでございます。次に地方交付税についてでございます。基準財政事業額のうち、社会福祉費が幼児教育、保育の無償化の通年実施などに伴いまして2億円余の増となるほか、地方財政計画におきまして地方法人課税の偏在是正措置による財源を活用し、地域社会の維持・再生に取り組むために、新たに地域社会再生事業費が計上されまして、本市におきましても1億円余の増額が見込まれるところでございます。次に、プライマリーバランスについてでございます。令和元年度、令和2年度とも、当初予算ベースにおきまして一時的に赤字となりましたけれども、これはあらかじめ計画をしておりましたエンテラスや総合体育館などの大型建設事業に伴う借り入れの増加などによるものでありまして、第1期中期戦略第2期中期戦略のこの6年間におきましては黒字を確保をしております。また令和3年度以降につきましても、大阪田公園再整備事業や
木曽奈良川義務教育学校整備事業などによります新たな借り入れを見込んでおりますけれども、可能な限り事業費の平準化を図るとともに、交付税措置のある有利な記載の活用、政府資金などの低金利での借り入れ、計画的な償還などに努めることによりまして、第3期中期戦略の期間中のプライマリーバランスにつきましても、黒字が確保できるものというふうに見込んでおります。次に経常収支比率につきましては、平成30年度の決算におきまして 89.5%、一時的に改善いたしました。けれども、今後におきましては、分母のうち、市税、地方交付税などの歳入が今後減少傾向で推移するとともに、分子のうちの義務的経費の人件費、扶助費、交際費がいずれも今後増加傾向で推移することで、再び 90% 台前半で推移する見込みであります。従いまして、引き続き業務の効率化を推進し、経常経費の削減に努めてまいります。次に、人件費の増加についてでございます。退職者数の増加に伴いまして、退職手当が1億5000万円を増加をするとともに、これまで物件費として計上しておりました臨時職員の賃金を、会計年度任用職員制度の導入に伴いまして、これを人件費に組み替えて計上をしたことに加え、新たに期末手当を支給することに伴う増などが人件費の主な増の理由でございます。私からは以上でございます。中野建設事業部長。私からは令和2年度予算の中の過去3主要事業についてお答えをさせていただきます。はじめにご質問の中にあった道路と維持事業、それから生活道路整備事業について若干はじめに説明をさせていただきます。令和2年度の予算におきまして、道路の維持補修に関わる費用を明確にし、地元要望箇所の整備に柔軟に対応するため、予算科目内の事業内容を確認する中で整理統合をしております。その内容は、これまで生活道路整備事業の中で行っていた舗装補修、それから道路維持改良事業および排水路整備事業で行っていた道路付属施設の設置や側溝の新設改良および道路維持補修事業で行っていた維持応急工事の予算を道路と維持事業として一つに集約をしたところであります。また、道路拡幅や歩道設置、舗装新設など、生活道路の新たな改良等につきましては、引き続き生活道路整備事業において対応していくこととしております。両事業を合わせた生活道路の整備に関する予算額につきましては、例年、当初予算において確保している予算額とは別に、これまで以上に地元要望箇所の整備を進めるため、5000万円を道路維持特別枠として確保したところであります。昨年の12月議会におきまして、委員より生活道路の拡幅改良や歩道設置の要望箇所は何箇所あるのかというご質問をいただき、令和2年度は31箇所要望があるとご答弁をさせていただきました。この31箇所のほか、令和2年度の要望にはなかったものの、前年度からの事業継続中の箇所が1箇所、それから、ご答弁申し上げた以降にですね、追加要望箇所ということで2箇所ございましたので、合計34箇所ございます。来年度予算におきましては、実施予定としている箇所につきましては、現時点で継続箇所が5箇所、新規着手箇所が5箇所の計10箇所であります。私からは以上です。
4番議員の質問を許します。4番。はい、ルールご答弁いただきましたけれども、新型コロナウイルスの関係で、市対策本部なんか設けているわけですが、やはり市全体のリーダーとしてサポーター役として、そのいろんな情報の周知徹底にも今、努めていただいているところだと思いますけれども、より一層ですね、いろんな方法によって徹底を図っていただきたいというふうに思います。それと、市内で感染が発生した場合に、これは基本的には県職員が関わるんで、市職員については関わることはないということでありますが、こんなことはあってほしくないんですが、感染が拡大した場合にですね、県職も手が足りなくなることも予測されるんですが、そういうことでいかなる場合においても市職員が出るということはないという理解でよろしいですか。健康福祉事業部長。いかなる場合もないかどうかっていうのはちょっとこの場ではお答えできませんけれども、現時点ではそういったことは想定しておりません。市の施設で発生すれば、当然市の施設ですので自ら消毒はしますけれども、現場に出て例えば対応するとかっていうことは、前回の新型インフルエンザが発生した時もそういうことはありませんでしたので、ないだろうというふうに考えております。4番。はい、ないことが何よりなんで、それはそれとしておきたいと思います。それとですね、小中学校は休校ということになりましたが、児童館保育園等については、様子を見てということだと思います。で、これについてもですね、その保護者の皆さんはどういうふうになったら休園になっちゃうのかなみたいに大変心配をされている部分がありますので、これもあってはならない、あってほしくないんですが、どういう状態になったら休園ということになるんでしょうか。子ども教育部長。はい、保育所の関係でございますけれども、厚生労働省からは保育所については保護者が働いており、家に一人でいることができない年齢の子どもが利用するものであること、また春休みがないということで学校とは異なるということでございまして、感染の予防に留意した上で原則として解消するようにお願いしたいという要請がありまして、今でも通常通り開園している状況でございます。そしてですね、ただし感染した子どもが発熱や咳などの症状が出ている場合で登園していた場合には市町村は当該保育所の一部または全部の臨時休園を速やかに判断しなさいということでございますが、この臨時休園の規模だとか期間については県と十分に協議しなさいということでございます。また地域全体での感染拡大を抑えることを目的として、流行早期の段階において県と協議の上、感染者がいない保育所も含んで臨時休園の措置を講ずる、こういうところも示唆されていることでございまして、本市としても地域に一体となった感染防止、拡大防止に努めるとともに、今後も国や県の指示に基づいて、保育園休園の判断も含めて、迅速かつ効果的な対策を講じてまいりたいと考えております。4番。はい、分かりました。で、その市の保育園はそういうことなんですが、これは市内の幼稚園についても同様ということを理解でよろしいですか。市の保育園が休園になった場合には、状況に場合によっては、市内の幼稚園も同調をしてもらうような形になる。子ども教育部長。はい、地域全体ということでございますので、そういったことになろうかと思います。はい、4番。あと、公共施設の関係ではですね、エンパークとかエントランスとか、大勢の皆さんご利用いただいているんですが、エンパークについては、学習室ですか、当面は閉鎖ということでありますが、その他の部分、あるいは広場のエントランスについては、どういうふうにお考えなんでしょうか。市民交流センター学習障害部長。昨日2日からエンパークの学習室、これはドアが閉まる閉鎖された空間でございますので、感染リスクが高まることを防ぐために閉鎖をさせていただいております。それから2日から開始をされました市内小中学校の臨時休校に伴いまして、児童の保護者に向けて冬
不要不急の外出を控え、原則自宅待機とする、園パーク、園テラス等の不特定多数のものが集まる場所へは行かないというお知らせが発信されております。これをこの自宅待機の原則があるため、園テラスを含めた社会教育施設等の共有スペースについては利用制限はしておりませんが、予防措置の励行は徹底をしております。なおですね、小中高校生とその共有スペースがいっぱいになってしまうのではないかと担当課では大変心配しておりました。私、3月1日日曜日の午後、広岡の園テラスに様子を見に行ったところですね、小中学生は一人もいませんでした。高校生以上の方は普段の半分以下、こんな状況でございました。また昨日大門の園パークの様子でございますが、小中学生は一人もいませんし、高校生以上の方は普段の 2,3 割ほどで、閑散とした状況ということで、交流支援課の担当から報告を受けております。以上でございます。4番、閉鎖というようなことになるのは非常に残念な話だと思いますし、そういう中で自主的にですね、使用を控えるというような形になっているかと思いますので、それはそれとして受け止めておきたいと思いますし、よりそのですね、安全性の確保に努めていただければというふうに思います。でマスク配布についてでありますが、確かに2万枚程度ですと市民全員に1枚も行き届かないわけですから、それは配布等についても大変困る部分があるかと思います。でただ今後に現実的にはですね、本当にマスクがなくて困っている方が非常に多いんですね。でマスクだけでなくて、トイレットペーパーもティッシュペーパーも本当になくなっちゃって、こんな風になるのかなと思うくらいないんですが、そういう意味で言いますと、これを教訓にしてですね、その何十万枚もは必要ないんでしょうけれども、やはりある程度の枚数を確保していくというような方向でですね、検討されるこの備蓄については検討されるということですから、そういったことも視野に入れていっていただければというふうに思います。あと児童への対応についてお聞きをいたしますけれども、非常時であるんで非常的な措置を取ったわけですね。小中学校閉鎖という閉鎖というか休校という、したがって学校側はもう非常体制をこれは当然取らなければいけないというふうに思うわけですよ。でその中で、一番気になっていたのが、私は受験生のこと、中学3年生ですかね、このことが気になっていて、3月10日には予定通り入試実施されるということなんですが、これについては個別に対応されるということなんで大変ありがたいと思ってますが、その他それ以外の児童生徒についてもですね、大変心配になる部分があるんですね。で保護者の皆さんのお話を聞いても、安全第一ということから考えれば休校はやむを得ないとしつつもですね、やはり自分は働きに行かなければならないということで、どうでしょう、5、6年生になればどうかは知りませんけど、低学年なんかのうちは大変うちに置いておくのも心配になる、食事も含めてなんですかね。そういった部分で非常の際には親御さんも自分のところへ電話入れなさいとかですね、当然そういう教育はされていると思うんですが、学校がですね、対応できるのか、あるいはですね、登校日とかそういうのも決めてるようですけれども、学校がからですね、毎日ってわけにもいかないでしょうけど、たまには家の方へ確認、安全確認をするというようなですね、ことが対応が取れるのかどうか、非常時であるがゆえにですね、非常な対応の可能性についてお聞きをしておきたいと思います。子ども教育部長。はい。この臨時休校中、先ほどお答えしたものもありますけれども、教職員は出勤してきております。そしてですね、まず児童生徒からのいや保護者から相談があれば、その都度対応するのは当たり前でございますけれども、こちらからですね、児童生徒の安否を尋ねて家庭訪問をしたりですね、あるいは、電話連絡等をするように学校長の判断で指示をしてございますし、また学校長の判断で、臨時の登校日を設けるというような対応をしてございます。以上です。4番、突如ですね、
学校が休校になったんで、6年生、中学生、3年生にしてもですね、そこで学校生活が終わるんですね。そういう面では本当に気持ち的にも動揺もあるでしょうし、春休みまで臨時休校といっても、その後続けて春休みですから1ヶ月以上基本的には閉じこもるような形にもなってしまいますから、まあ、ぜひ児童生徒に寄り添っていただくようなですね、対応を切に要望をしておきたいと思います。で、そういうことで当然2週間以上2週間ぐらいの授業日数が減ることになるわけですが、延長あたりはやはり夏の工事のために夏休みも長くてですね、その中でなんとか授業日数やりくりしていたと思うんですが、ここでさらに2週間ほどの授業日数が削られてしまうということについてですね、何か対応策っていうのは考えていらっしゃるんでしょうか。子ども教育部長。はい、まずこの臨時休校による影響を日数でございますが、中学校で11日間、小学校で12日間あるわけでございまして、文部科学省からの通知では、学校教育法施行規則等に定める標準授業数を下回った場合においても、下回ったことのみをもって学校教育施行規則に反するのではないということでございまして、卒業や進学への影響はまずないということでございます。しかしながらですね、学習に著しい遅れが生じることのないように、臨時休校中において家庭学習を適切に行ったり、休校終了後に補充のための授業や補習を行うなどの配慮をすることとされておりますので、必要に応じて学校において対応するということをしております。なお3月2日の、いえ、すみません、臨時休校前にですね、子どもを返すときに、まずプリントを提出、子どもたちに、与えて勉強させるとかですね、いう対応をしておりますし、e ライブラリーというものがございまして、学校で利用している教材を家庭のパソコンで、アクセスして勉強できるシステムがございまして、そのパスワード等を下校時に各子どもたちに提供してございまして、児童生徒はそれに従って自ら学習することができるような対応を取っておりますので、よろしくお願いします。4番。はい、適切な対応をお願いしたいと思います。それともう1点ですが、非常に長期に休みがなりますから、部活動あるいは社会体験の参加についてはですね、当面はまあ自粛ということでしょうけれども、どういう判断でそれを解禁といいますか、OK にされるのかについてお聞きでしょうか。子ども教育部長。はい、状況を見ることになろうかと思いますけれども、県の教育委員会からの指示とかですね、そういったものがあろうかと思いますので、状況を見ていきたいと思います。4番。はい、本当にこの休みとはいえ、生活あるいは活動がですね、小中学生制約をされるわけなんで、そこら辺についてもできるだけ、可能な限りですね、そういった取り組みを早めに、もちろん状況を見ながらなんですけれども、していただけるようにですね、要望をしておきたいと思います。次に、行政の進め方についてであります。で、一般的なですね、総合計画に従ったり中期戦略に基づいた進め方、それは私も承知しておりますので、ただそういうのことを聞いたわけでなくてですね、最後にちょっと触れられましたけども、やはり行政を進める上にあたってはですね、市民の皆さんのご意見をしっかりと伺って、しっかりとよく協議をしていただいて、それで結論を出していくということが必要じゃないかと思うわけですね。これは時間や労力がかかるわけですが、これがやっぱり民主的な行政推進の原点だと思いますので、ぜひそんなところに徹底していただきたいということをお願いをしておきます。これ以上は申しませんので。ただ小口市長もですね、前の市長さんも同じだと思うんです、そうだと思うんですね。言葉は悪いですが、食ったり吐いたりっていうのはですね、やっぱりあんまり好ましいことではないと思います。ですから以前であると、そういうような取り次ぎっていうか、手つきが悪いとですね、お叱りを受けたもんなんですね。ですから
しっかり職員の皆さんもですね、その一番の原点ということを肝に置いてお仕事を進めていただければというふうに思います。スポーツ行政の位置づけについてでありますが、まあ、これもご答弁あったように取り組んでいただいているとは思いますが、まあ、基本的には体育施設整備に象徴されるように、ここで、まあ、体育館は整備されますが、全体的には非常に遅れていると思いますし、体育施設整備計画もないということなんで、まあ、そういったものをですね、きちんと作ってですね、計画的な推進をしていくことが必要ではないかと思うわけです。で、そういう一般的な今までの体育に関する概念はもちろんそうですし、そのことを進めてほしいわけなんですが、今まちづくりとしてですね、スポーツを取り組んだまちづくりというのが全国各地の中でだいぶこう進んできているわけですね。で、先ほどもちょっとお話を申し上げましたが、スポーツツーリズムですよね、その地域の観光、あるいは特産物、フードや文化、そういうものと相まってですね、地域の活性化に役立てていくというのが大変主流にもなってきているわけですので、そういったことも頭に置いての取り組みというのを知っていただきたいと思いますが、そのスポーツツーリズムについて、突然ですいませんが、副市長、何かお考えあったら。米久保副市長。まあ、スポーツツーリズムといいますか、そのスポーツ全体を通じてどうまちづくりを進めていくかって非常にまあ難しい問題でもございますが、果敢に取り組んでいる地域も見受けられるところ、それはご指摘のとおりでございます。現ご指摘のとおりですね、スポーツを通じた、これはまあスポーツのみにかかわらず、いろんな物品とか、産物とか、あるいは文化を通じたまちづくりというのはですね、そこにそのまちづくりのための戦略がやっぱりあってしかるべきであって、スポーツが、このスポーツが盛んだから、これを やれば人が自然に集まってくるというような代物では私はないというふうに思っています。それはそのまちづくりのために緻密に計画されてですね、どうやったらそのスポーツを手段として使って結果としてまちづくりがきちんとできるか、でそれは市民の皆さんのそのよりどころというものを協力をどう集めてくるのか、あるいはそれによってですね、定住されたその人たちをですね、どういう形でこう定住を促進をさせてくるのかということがですね、きちんと戦略的に描かれていなければ、それは単にイベントで終わってしまうというふうに私は思っております。この辺はじっくり考えてですね、私どもいろんな意味で過去も取り組んでおりますし、現在も取り組んでおりますので、それはそういう非常に戦略的な取り組みを必要だなというふうに考えます。4番、はい。突然振って大変恐縮なんですけど、大体突然振ってもですね、大体の場合は打ち合わせができてるんですが、今は全くの急に振らせていただいてですね、本当に恐縮をしてるんですが、要はそういうことなんですね。スポーツ従来通りやる人はやって楽しめばいい、それを現行作りに生かす人は生かせばいい、そういうことではなくてですね、まさにおっしゃるような戦略的ですね。今こう日本全国の中で少子高齢化プラス人口減少時代の中ではですね、人口をどうやって増やしていくかということがもう共通した課題であるわけですね。その時にスポーツツーリズム等を通じて交流人口を増やしていく、その交流人口の中で定住につながればなお結構なことですし、その活性化を持続していく。で、スポーツというのはですね、よく30年後、答弁にはありましたが、30年後40年後と言いますけれども、分かりません。30年後40年後はどうなっているのか、はっきり言って、その町がですね、こんだけ、変革の激しい時代にあって、その時にどういう町になっているかは分からないわけです、正直にね。で、分からない町に対してどういう町づくりを進めていくかっていうのは非常に難しい話であって、スポーツというのはこのマラソンもそうですけど45年続いてるんですよ。40年経っても続いてるんですね。ですからこれから40年経ってもスポーツやる人は変わらないと思います。
ただ今いろんなスポーツありますけれど、それが盛んになったり衰退したり、そういうことはあるかもしれない。新しいスポーツも出てくるかもしれない。しかしスポーツやる人、楽しむ人、健康づくりに生かす人、それを支える人、こういう人たちは変わらないんですね。ですからそのことを活用して街づくりを活性化していくことは持続可能な、まさに持続可能な街づくりの一つになる、まさに戦略ですよね。まあ、そういうことを、まあ、少し頭を見て、これは私が申し上げているわけでなくて、そんな私は立派なこと申し上げれませんが、なかなか行政とスポーツを結びつけた本というのは少ないんですが、ここにはやっぱりスポーツ都市戦略というような本も、まあ、あるんですね。まあ、そういうものをまたご覧をいただいて、参考にしていただければいいのかなというふうに思っております。次にその労働レースのことについてなんですが、まあ、市の関わりといいますか、これは2年度で終わりだというふうにおっしゃったわけですが、関係者の話も聞くと、この2年度もかけてですね、そのどうすくらを協議していくというふうに理解されている方もいらっしゃるんですが、そうするとまたそこで齟齬が生じてしまってるんですけれども、これは廃止をするという確定ということでよろしいんですか。市民交流センター障害学習部長。検討委員会を今立ち上げてスタートしたところでございます。従いまして継続するのか、一旦やめるのか、あるいは規模、場所等を総合的にそこで検討していただくという内容でございます。それで実際には交通規制が、これは市が携わらなければいけませんので、良い案が出てきた段階では交通規制を含めて市は一緒にそこはタッチしてやっていくということでございます。4番。まあ、大変申し訳ない、先ほどの答弁でですね、やめだとおっしゃったんで、それはそれでいいんですかということを今お聞きしたんで、じゃあこれからその検討委員会でしっかりと検討していかれるということでよろしいわけですね。確かに課題のあることは承知してますし、皆さんもご存知の通りだと思うんですね。ですからコースについても道路整備の関係についても大変苦情の多いことも私もお聞きをしておりますから、コースの変更とかですね、その協力する人数等もですね、しっかりこう話し合っていただいて、先ほどから申し上げてますように、そのスポーツが万能だとは言いませんよ、労働レースが万能だとは言いませんけれども、まあ、それを通じた街づくりに資するような取り組みをですね、ぜひ簡単に諦めるんではなくて、続けるような方向でお互いにしっかり検討して努力をしていただければありがたいかなというふうに思っております。次に新年度予算になりますけれども、交付税がゾーンになったということの中で、地方法人税、法人課税の偏在税制ということの中で、何ですか、地域社会再生事業費という費目、項目が設けられて、そこで1億円余の増となったということでありますが、この費目といいますか、項目の目的といいますか、内容と、その何ですか、測定単位みたいなのがあれば、それはどういうふうになっているのか、お聞きいたします。企画政策部長。はい、ご指摘のとおり、その地方財政対策の歳出にですね、地域社会再生事業費という歳出を計上して、交付税が確保されているというものでございます。この目的ですけれども、今、地方人口減少、それから少子高齢化で疲弊が進んできている状況でございます。でそういう状況にあってですね、地域社会の維持・再生に向けた取り組みというのを幅広くできるように、地方ができるように、4200億円の事業費を創設したのがこの日目でございます。地方財政対策の歳出に計上して地方交付税を確保したというものでございます。でこの財源でございますけれども、大都市に集中しております地方法人課税、その格差を是正することによってですね、大都市以外の地方の財源が増える、でその増えた財源を活用するというものでございます。
この算定でございますけれども、人口を測定単位といたします。そして人口減少率、人口集積の度合い、こういったものに応じまして、対策の必要性が高い地方に、そういう団体へ重点的に配分を行うということとされているものでございます。はい、4番。はい、交付税がですね、増えることは、ありがたいし、喜ばしいことだとは思いますけれども、この測定単位が人口の減少率ですか、そういったこと、少なくなれば高くなるっていう、多くなるってことだと思うんですが、そういう意味では、あんまりありがたくない、多くなってもですね、現実としてはありがたくないことだと思うんですね。で、交付税自体がですね、国でも借金をして、1000兆円以上のですね、少し前の数字になりますが、その借金で国民1人当たりにすれば1000万円以上ですよね。ですから4人家族で言えば4000万円以上の借金がある中で、こうやって無理した、ある意味無理した交付税措置もされているんで、これは私がそんな言うまでもない、全面的に、当てにするんではなくてですね、まさに、適当っていう方は申し訳ないですが、ぜひあまり当てにしない健全運営ができれば、なおかついいことだと思いますので、ぜひそんなことでお願いしたいと思います。でプライマリーバランスについては、今後 の見込みの中でまた上昇していく見込みだということなんですが、その要因の一つとなります人件費の関係で、これは古畑議員の昨日の質問でも分かりましたけれども、会計年度入社職員ですね、この配置基準というのは どのようになっているのか。総務部長。会計年度入社職員の配置基準につきましては、この2年間で行ってまいりました各課、前兆業務棚卸しの結果、こちらでですね、第三者の面も入りまして、事業の整理、あるいは人員の増減の関係もございます。そういうものを各課等でまず整理をしていただいた上で、人事ヒアリングを行いました。そして、合わせまして行政評価の結果をもとに配置を決定してきたところでございます。はい、4番。市長の総括説明聞いてもですね、非常にこうやることが増えてますね。したがって、人員もこう必要になる、それに比例して必要多くなる必要になることは あるんでしょうけれども、まずその事業の見直しもですね、もう少ししっかりやっていただいて整理をすると同時にですね、その人件費の増もですね、それによって抑えていくような方向性、固定経費になりますんで、今後やっぱり増えていくと経常収支率当然上がっていく、自由になるお金が少なくなる、財政が苦しいと、こういう悪循環になってまいりますんで、ぜひそんなことにご留意をいただきたいと思います。次に、主要事業の関係いきますけれども、何年区長さんたち要望を出してですね、何年経ってもちっとも治らないという意見もよく聞くわけですが、ここで、少しはといいますか、10箇所ぐらいですか、昨年の箇所に比較してですね、進むようですから、ぜひそういったことで計画的に、あるいは一旦集中投資をして進めるようなことを考えていただきたいと思うんですが、これも計画を私は立てるべきだと、可視化するべきだということを言ってるんですが、それは今の段階では考えてないということなんで、ただこれからはぜひですね、考えていただきたいというふうに思います。可視化していく、何がどういう状況にあって、どこまで進んでいるのか、それは市民の皆さんにも分かるようにですね、きちんとしていっていただきたいなと思うわけであります。それと、大阪と公園の関係になりますが、これ、柴田さんの方からもご指摘ありましたけれども、私も9月議会で、質問させていただきましたが、そのにぎわいを創出したいというのはいいんですけれども、どういった方法で
にぎわいをそうしていくのか、これがどうしても的が絞りきれてないと思うんですね。で、基本的にはもっとですね、市民の皆さんの言うことをしっかりご意見も伺ってやっていくべきではないかなというふうに思うわけです。で、ここで2月から市民の皆さんの意見を聞いたり、していくという予定だったので、そのことをお聞きしようと思ったんですが、3月20日ですか、実施をされるということなんですが、サウンディング方式もそれはそれでいいかと思いますけれども、業者名もわからない業者の皆さんがですね、どういう検討をされてどういうふうになったのかということもよくわからない。で、本当に家族連れがですね、子どもを連れて、幼い子どもを連れていくところがないというのが正直、指摘もされているわけですから、そこに的を絞るんならきちんと絞ってですね、やっぱり整備する必要があるんじゃないかというふうに思うわけなんで、これは強く要望しておきますけれども、そんなに請求に急ぐ必要もないかと思う部分もありますから、しっかりとよく市民の皆さんの声を聞いていただきたい。これをまた強く要望して一切の質問を終わりますが、ここで退職される、ここにも出席の3名の部長さん、他にも退職される方いらっしゃいますけれども、長年のご苦労に対してですね、感謝を申し上げ、敬意を表してですね、一切の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。